Hello everyone. Today, I'd like to talk about refugee. あ、日本語でやります。皆さん、まだまだ硬いと思うんですけど、まあ、難民問題って聞いて、ちょっと真面目スイッチ入ってませんか？まあ、その必要はないんですよね。まあ、今日から、まあ、難民問題っていうのを日常のありふれた話題の一つとして捉えてほしいなと思います。まあ、なんでリラックスしてお聞きください。どうぞよろしくお願いします。普通じゃん。これ、僕が初めて難民に会った時の感想です。それまで僕は難民とはどこか遠い国にいるかわいそうな外国人くらいの認識でいました。会う直前まで日本語が通じなかったらどうしようとか、めちゃめちゃ暗い人だったらどうしようとか考えていました。しかし、いざ会ってみると彼は普通の人でした。笑顔で挨拶を交わし、スポーツの話題や好きな女性のタイプの話で盛り上がりました。その時僕は、彼は難民という何か特別な人なのではなく、私たちと同じ一人の人間なんだということに気づきました。皆さんは難民に対してどんなイメージをお持ちでしょうか？そもそも考えたことがないという方も多いと思います。しかし、日本も難民問題に無関心ではいられません。国としての立場や外交を考えたとき、どうしても一定数受け入れなければならないという事実があります。難民受け入れにはコストがかかります。助けるなら自国民優先にしろという意見も当然だと思います。文化の違いも不安でしょう。しかし、これらの課題を乗り越えて、私たちと難民相互に利益があるような受け入れ方があれば、それは素晴らしいと思いませんか？今日は一つ好事例を紹介します。東京都八王子市にある栄中等所です。従業員30人程度の中小企業です。そこでは現在3人の難民を雇っています。雇っている理由は決して難民を助けてあげたいからとか、安い労働力を獲得したいからというものではありません。国内の市場が縮小していく中、栄中蔵所では、生き残るために海外に販路を求めました。しかし、日本人社員の中には外国人に対して言葉や心の壁があり、海外と取引できるマーケター探しに悩んだそうです。そこでたまたまたどり着いたのが難民でした。採用担当の方は、技術があり何カ国語も話せ、働く意欲にあふれた難民の方々がたくさんいるのを見て、これは海外市場開拓への希望だと感じたそうです。しかし、いざ取ってみると最初はうまくいきませんでした。仕事に対する姿勢の違いなどから従業員と対立することがありました。そんなこともあり、初めに雇った5人は辞めてしまったそうです。でもそこで、難民の採用はやっぱやめようということではなく、受け入れ方を改善しようという流れになったのが見習いたい点です。それまでの経験を生かして、 NPO と協力し、就労前のジョブトレーニングを取り入れることにしました。日本の企業文化を理解したり、実際に就労体験をしていく中で、イメージと現実のギャップを埋めていったそうです。また、企業側も難民の就労体験を通して事前に課題や違いを知ることができたそうです。難民が安心して働ける、自分たちが安心して雇用できる、この取り組みが功を奏し、今では3人の難民が会社の売上アップに貢献しています。もちろん、私たちと同じように税金も納めています。採用担当の方は、うちができたんだから他の会社だってできるとおっしゃっていました。この例のように、最初は失敗したとしても改善を繰り返し、最終的にお互いいい思いができるようなマインドを構築していく、これが今私たちに求められているマインドだと思います。では、そもそも彼らはどのような経緯で日本に逃れてくるのでしょうか。母国を離
れる理由は様々です。紛争から逃れるためであったり、宗教や政治的意見を理由に迫害を受けたりなどが挙げられます。いろいろな国にビザを申請してたまたま早く降りたのが日本だったということや、ブローカーに斡旋されたなどの理由で日本に来ます。昨年日本では7586件の難民申請がありました。しかし受け入れられたのはたった27人だけです。では申請者の出身国内訳を見てみましょう。アジアが多いですね。今話題のシリア難民も日本はほとんど受け入れていません。今まで60件ほどのシリアからの難民申請がありましたが、難民として受け入れられたのは3人だけです。難民条約における定義に従って、政府は難民として認定するか不認定にするかを判断します。難民認定がもらえれば日本人とほぼ同じ権利を持って暮らすことができます。しかし大抵の場合は不認定となるでしょう。日本は難民の定義を厳格に解釈しています。不認定となった場合は在留資格が切れた後で母国に強制送還されるか、入国管理センターという場所に収容されてしまいます。この入国管理センター、通称入管が、この会場から車で約30分、茨城県の牛久市にあります。僕はそこで多くの難民の方々に会ってきました。いろいろなことを超えてきた彼らの話は時に面白く時に悲しいものでした。中には僕に英語を教えてくれる方もいました。祈りを捧げてくれる方もいました。自分が辛い状況にあるにもかかわらず僕のことをいたわってくれました。また家族に会えないのがどんなに辛いことかということも分かりました。彼らは僕にとって友人であり、人生の師でもあります。そんな彼らの生活には自由がありません。いつ入管を出られるかもわからない中、ストレスを抱えています。なんで何も悪いことをしていないのに収容されなきゃいけないのか、これが彼らの気持ちです。この絵は非収容者の方が実際に描いたものです。閉じ込められているライオンを自分の状況になぞらえたのでしょう。右側には Freedom is important to every living thing on earth と書いてあります。次の絵も非収容者が描いたものです。入管を出るにはビザをもらうか、仮放免という一時的な外出許可をもらうか、危険な母国に帰るしか方法がありません。ここで面会の後に難民申請者の方からもらった一通の手紙を紹介させてください。お元気ですか？僕は元気でいますが、退屈な毎日を過ごしていて、頭がおかしくなりそうです。この間、面会ありがとうございました。僕も楽しかったです。いろいろな話ができて、元気をもらいました。年賀状ありがとうございました。すぐに返事をしようと思っていたけど、体調を崩しているのと、精神的にやばい状況になっていたので、返事は遅れました。ごめんなさい。今は正常に戻ったので手紙を書きました。そういえば宝くじが当たって夢を見ました。3億円じゃなくて300円でした。簡単に当たれば銀行も潰れちゃうよね。宝くじが当たらなくても人間は生まれつき宝を持って生まれてくるといいよね。その宝はブレインらしい。それをうまく使いこなせる人は宝を手に入れると聞いたことがあるけどね。でも僕は自分のブレインをうまく使いこなせなかった。コージ君は一瞬のひらめきとチャンスを見逃さないでください。僕は何回も見逃しているからここにいるのだと思います。僕みたいなやつを一般にバカと言いますね。言うまでもないよね。ごめんなさい。でも僕でも人生やり直して宝を見つけられる自信があります。それを実行するためにここから出ないため、僕もそのため
仮放免申請をしていますが、まだ結果待ちです。いい結果が出ればいいですけどね。そうでなければ申請やり直すしかないですね。そういう僕たちのために面会に来てくれたり、力になってくれたりして心から感謝しています。僕が外に出れた時は皆さんのように困っている人を助けたいです。体に気をつけて勉強と活動頑張ってください。この手紙を書いた彼もまた適切な環境さえあれば日本で活躍できるだろうと僕は思います。プログラミングの知識があり、母国と日本をつなぐオンラインショップを立ち上げたいと言っていました。このような人々が入管にはたくさん収容されていて、僕は素直にもったいないなと感じています。冒頭でもお話ししたように、彼らは普通の人間です。しっかり働き、良き納税者になるであろう人たちです。しかし法律や民間レベルでの仕組み作りが追いついていません。僕は決して難民受け入れに賛成しようと言いたいわけではありません。賛成でもない、反対でもない、無関心という状態に問題があると考えています。今の日本は本気で難民や移民政策に向き合わねばならない段階に来ています。それを政治家マックスにしてはいけません。一般のレベルからこの問題に関心を持ち、日本のあるべき姿を考えていきましょう。ありがとうございました。